さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊絵画表「ムービーウォッチメン」今夜扱うのは日本では2月2日から劇場公開されているこの作品ダンマネーウォール街を狙え映画「ソーシャルネットワーク」の原作者ベン・メズリックのノンフィクションをもとにアメリカの金融マーケットで実際に起きたゲームストップ株騒動を映画化。 倒産間近とささやかれるゲームソフト販売店ゲームストップ社の株に全財産を突き込むキースギルはこの株が過小評価されていると動画配信で訴えていた彼の主張に共感した個人投資家たちがゲームストップ社の株を買い始めると株価は跳ね上がりキースは一躍時の人となるのだが主演は「ゼアウィルビー・ブラッド」とかまあまあいろいろね、えー、ありますあそれこそあの、えー、とセスローゲンとも共演しているねフェイブルマンとかもありますけどね、えー、ポールダの・ダノそのほかセスローゲンアメリカフェラー・フェレーラさんシャーリーン,ン・ウッドリーさんアンソニー・ラモスさんセバス ンスタンさんなどが出演しています監督を務めたのは愛盗や史上最大のスキャンダルなどのグレイグ・ギレスピーさんです、えー。というところでこの作品も見たよというリスナーの方からのメールをたくさんいただいております。ありがとうございます。ダマネモルガネメール量はねちょっとね比較的少なめなんですが公開、まあ、規模があのシネコの時にはか,かかってますけどそんなに大きくないとかもあるのかなあとまあちょっとこうアメリカのねその金融話みたいなでちょっとこうハードルの高さみたいな感じてる人もいるかもしれないで。賛否の比率は褒める意見がおよそ7割、えー、主な褒める意見は社会格差や貧富の差、えー、投資の鉱材を描きつつも図式的 なな方をししてていないところがが良かった投資の知識がなくても楽しめる、えー、コロナ禍の社会の空気感を伝える映画としても魅力的だったなどございました一方否定的な意見は現在の投資システムに不公平感を持ちつつも、えー、主人公やそれを支持する者たちはそこに乗っかるだけしっきりしない、えー、原作の大切な部分をオミットしすぎなどもございましたというところで代表的なところをご紹介しましょう。 えーっとねえー、ラジオネーム鈴春さん、えー、ダンマネー見てきました。私の感想は3です。えー、投資の知識はほぼゼロで鑑賞しましたが、十分に楽しめました。とっつきにくい題材に対して、今作はかなりシンプルな物語になっていると思います。今作は個人投資家たちのお話であり、それぞれが株を保有し続ければ勝ち、手放したら負けというルールになっていることが映画を見ていると徐々に理解できます。これがシンプルなだけではなく、一種の心理サスペンスにもなっており、投資の知識がなくとも楽しめるようになっていたと思います。印象に残ったのは、本作の舞台がコロナ禍であるという点です。 マスクの着用やリモート会議の描写あるいは YouTube や TikTok などの当時見られていたであろう動画が随所に流れることで当時の空気感が再現されています人物描写においても投資家たちは明るく開けた空間にいるのに対し主人公のキースギルをはじめとした一般人は地下室や部屋の中など暗く閉じた空間にいるといった対比がされておりコロナ禍における格差や閉塞感がいアルに描写されていましたあの下出る者のあれとかね、うん、いやーさすがっす下出る者あの会社ごと会社ごと映っちゃってこうやっていやもう会社までのッはごめんだからねうしっしやしなんつってね <laughs> あそこ とかもねねありましたもん、ねえー、もんう一つ特徴的な描写に登場人物の総資産額が字幕で表示される演出があります数,学で、えー、数字で明確に格差を表現しつつ数億ドルを保有する投資家からマイナスの学生まで描くことで資産の有無にかかわらず全ての人に関係し得る物語なのだということが示唆されています身近な存在として登場人物を描写されることで彼らがどういった思いで株を買い続けたのかが伝わってきましたし投資の持つ根本的な理不尽さも理解できましただからそこそ、えー、クライマックスの公聴会で主人公のキースギルが話す投資というシステムの問題点は本当に まといいていると感じましたそしてそれすら乗り越えてこの株が好きだという純粋な言葉には胸が熱くなりました投資の持つ魅力と問題点の両面を描きつつコロナが当時の空気感や社会の格差を見事に表現しておりまっとうなエンターテインメントとしても楽しめる作品でした面白かったですという鈴原さん、えー、あとですね、まあ、ちょっとこれ要約してご紹介します寿ギターさんは えっと、やっぱりこの方も褒めていらっしゃるんですが、まああのー、アダム・マッケイ監督作品マネーショートの話なんか私も後ほどしますけど話なんかしていただきつつ、えっと、要するに、まあ、敵,敵役といっていいセスローゲン演じるゲームの描き方が、えっと、いくらでも悪いやつとして描けるところをそうではなくしているというこのバランス感というのを書いていただいてこれも私あの後ほど表で触れようと思っているところなんでちょっとようやくというかね抜粋、あのー、して紹介でしたけどすいませんね寿司ギターさんありがとうございます一方ダメだったという方もご紹介しましょうラジオの健康コさん、えー、なんだかとってもすっきりしない作品 でした最終的に大富豪はビリオネアから、えー、陥落したそうですが、1000億円以上の資産が仮に100億円になろうととんでもない金持ちであることは変わらず、この映画の中で脅迫とさ,せるされるものには期待されるようなダメージを与えることはできませんし、残った資金で庶民をはるかに上回る安定収入を得ることもできるでしょう。まあ、あのまあ、これはおっしゃる通りで、あの別にそんな、ね、あの根本的に。 路頭に迷うううととかそういいうことじゃないんですよね中で言うねいわゆる悪役もねはい、えー、それに対抗する側も目的はシステムの破壊ではなくお金を手に入れることです主人公は弟に高級スポーツカーをプレゼントし売り抜けた若者は庶民が40年間労働して積み立てる貯金よりも多くのお金を手にしています彼らもそれが完全な決着とは思っていませんが達成感を得てしまっていますいいシステムだとは思わないけどせっかくだから乗っからないと損だよねという、えー、普段私が転売やふるさと納税に感じているような嫌悪感をそこから感じ取ってしまいました <laughs> ふるさと納税とか <laughs> えー、まあだからとても笑える感じ じゃなかったというようなね、えー、心情ということですかね。はい、あとですね。これすごく面白いんで原作との比較というかな。あの、ちょっと長めに紹介しますね。ラジオネームケラダソクさんです。ガチャに、えー、決まった急いで原作を読んだので、比べてのかはちなみに原作あの日本や翻訳日本語訳は出てないんで、あの現、ー、象で読まれたんでしょうね。 とと比べての感想ですとその点で言うと、イナーですと原作、原作と比べてね、原作ではこの、えー、ダビデがゴリラテを打ち倒したような、要するに巨人がね、あのちっちゃいもの存在が巨人を打ち倒すような、えー、レアな事件の原因として、リーマン・ショック時の大企業救済に対する庶民の遺これまさに、あのー マネーーショートの話なんですよだからマネーショートご実担ではあるんです間違いなく、えー、おしゃれな無料投資アプリ、えー、ロビンフートの登場による若者を中心とした個人客の株式市場への参入などの他に大前途となる定流としてエヴァにドハマりして伊藤これ原作ですよエヴァにドハマりして伊藤かな子さんをもっかヘビロテ中の男子大学生トランプ支持のシングルマザー看護師の歩くあるあるウォーキングクリシェ、えー、人生歩くあるある人生本当だったら立派な結婚式をして景色のいいところに住んでるはずだった妊婦という縁、えー、もうゆかりのない3、えー、人それぞれのこんなはずじゃな なかったパンデミック生活を通してコロナ禍の鬱屈を上げていますがやはり最大,の最大の原動力は主人公キースのゲーム愛。 えー、ビデオゲームで育った世代としてキースはゲームストップをめちゃくちゃ愛してるとファッキンラブドゲームストップなのだと、えー、このダウンロード時代に店舗型の運営など時代遅れとしてヘッジファンドの標的にされたわけだがキースはゲームストップはまだ終わってないまだやれるはずと対抗して株を買い続けるとで、えー、とこのベン・メズリックスさんサス々シ社自身がパックマンやドンキー・コン,ングで育ち、まあ、ゲームストップにすごく思い入れがあるというようなことを書いていただいてそのためえっ、ー、とまああのー、金融にか映画において映画版においてその金融に関するその説明みたいなものが足りているのかどうかというのは ちょっと置いといても、えー、ということで、限定ですけど、落足さん。えー最低でも えー、単に株の株価の上げ下げやヘッジファンドをやっつけるだけではなくコロナ禍のある種得意な精神,上、えー、精神状態下で人々がクレイジーな投資自慢が集まる掲示板に新職、えーね、を忘れるぐらいは、えー、まっていき、えー、分断された生活の中で大きなうねりの一部になっていることを感じるが最後にはそれ,ぞれのそれぞれが元の生活にそれぞれの着地をしていく様そして何よりキースのゲーム内をしっかり描かなければ原作を表現したことにはならないのではないだろうかとう、えー、さらにこの作者メンメズリックさんはあまり物に善悪をつけない描き方をするのでその点でもいいなでした。 えー、あと劇中に出てきた音楽をその劇使って映画で使っていないのはどうなんだみたいなことも書いていただいております。なかなかねああなるほどなということになる。ゲームストックっていうのがその彼らにとってどういう意味を持つかみたいなところにスポットを当てるっていうやり方も当然あるでしょうねもちろんね。まあ、でもそうするとすごくこうあギークたちの話なのねみたいな感じが強まってちょっとこう何て言うか狭まるっていうのかな。 刺そうとしてるところが狭まる感もあるそういう計算も作り出してないわけはないというふうには思ったりしますけどね、はいまあ、あの貴重な意見でございましたけれどス塚さんどうもありがとうございます。えー、ということで熊崎君もダムマネー,ー見てまいりましたということでいかがだったでしょうか,、はい、なんか作りが非常にシンプルで面白かったなというところは個人的に確かに私もこの鈴原さんおっしゃるようにこう投資とか金融だから結構難しい話なのかなっていう,、えー、こう構えて入って見ていくと。 まあ確かに投資の用語出てくるんですけどただこう構図というかまあ相関図自体は極めてシンプルですしあと、本当にこう数年前の話でこんなことあったんだなっていうよくできた話だなとかっていう現実的な。ちゃんとニュース見てる人だったら知ってたんだろうけどゲームストップ株騒動って僕名前は当然聞いたことあったんですけどそのなんかこ,うこんな映画に出てきてよくできた話だなみたいなところも。 それこそ映画みたいな話うだから <laughs> フィクションと言われてもまあそ,そうだよねっていう本当、うん、なんですかっていうようなうん、うん。 結構深刻な話深刻な話なんですけど映画全体のテンポもいいしちょっと明るいような音楽とかもどんどん流れててそうんか見やすいて下ネタが強めのヒップホップワップとかそういうところ含めて非常に難しいテーマでありながら結構気楽に見て意外と普通に分かるっていうところで面白かったなっていうのは本当に思いました。はい とことで、熊崎君もありがとうございました私、えー。私もダムマネー、ウォール街を狙え、ええ、東方神馬日比谷で2回見てまいりました。今日の方に行ってみたいと思います。あの、ちなみに、えっと、東方神馬日比谷は、あの、あんまり大きい。 あのスクリーンズのねとこじゃなかったですけどもあのでも割と埋まってる感じ僕はしましたけどね。うんえー、ということで2021年に起こったゲームストップ株騒動を最速で劇映画化した作品ということですよね。えー、もちろん僕のようにですねろくに金融に関する知識などなくとも分かるように、まあ、いつも言ってますけどあの言うてもアメリカの娯楽映画なんであのそんなもなくても、まあ、あの何もない人でも分かるように作ってあるっていうね、えー、なんとなくでも構造がざっくり理解できるように作ってありますし、えー、特に本作はですね まあそれこそですね、まあ先ほども名前も出てました、えー、例えば2007年から2008年にクライマックスを迎える世界金融危機、えー、まあ後にそのだからサブプライムローン危機からサブリーマンショックへとつながっていく世界金融危機を描いた、えー、マネーショート、投稿などでは2016年3月14日に取り上げて、これ実は公式書き起こし一番古い、この時から始めてるんですね、一番古い書き起こし、えー、今でも読めるんで、ぜひ読んでみていただきたいんですが、とにかくその、えー、マネーショートとかと比べると、今回のダムマネーは、えっ、ー、と、そもそも 作品のですね構図が分かりやすい。先ほどあの熊崎君も言った通りですね。マネーショートはもう聞き解かい。 まあ、その聞き機り会であるということに意味がある作品だったんですけど今回はある意味構図がわかりやすいのでまあ、そんなに構えなくてみても大丈夫だと思います、えー、まあ、一応ざっくりね先ほどの、ね、メールにもちょっとありましたけど一応まあ改めてどんないきさつかというね説明しておきます、ね、ゲームストップ株騒動まさにそのマネーショートの元のタイトルザ・ビッグショートっていうの元のタイトルですねあちなみにそのマネーショートのクリスチャン・ベールが出てくる場面がウルフ・オブ・ウォール・ストリートのマシュー・マコノヒーが出てくる場面と並んで、えー、と要はゲームストップ騒動が盛り上がってる時にネットミームとして 終わった映像として今回の映画にもちょろっと出てきたりしますけどね、えーまあ、とにかくその、まあえー、とマネーショートっていうのは日本タイトルで元のタイトル「ザ・ビッグショートのこのショートこれつまり空売り売りなんですね空売りショートのことなんですね、えー、細かいことも端折りますもうちょっととにかくあのさっきも箕和田くんが言った時カの構造の説明してたけど、まあ、し,てしながらもまあでもちょっとなんかピンとこないよねなんて話してたんだけど要は、まあ、あのもうこれだけで、S、株が値を下げるほど儲かるシステムがあるんですそのある株が。 そういうやり方、あの金融技術があるわけです。 で、えー「マネーショート」では主人公たち側が金融市場の崩壊を見越して空売りをするつまりまあちょっと言っちゃえばカジバだろうみたいな話で劇中でもそれはねマネーショートの中でも言われてましたけど全然後味がいい話じゃ全くないんですよねだから後味が燃えあるって見た意味ではマネーショートの方なんだけどむしろはいえー、しかもねその元になったでたらめなその仕組みの責任者たちは罪に問われるどころかっていうまあ苦い苦い結末だったわけですけどその意味で本作「ダムマネーは」はそのあのマネー マネーショートで描かれた世界のその後の世界を生きる人々それこそ主人公のキスギリもえと金融危機後にちょうど大学を出たので職がなくてっていう人として描かれてましたよねというふうに言ってましたの方にもねはいなのでマネーショートと続けてみるといいかもしれないそうするとその人々がまあ特に日本にいるとそのねむしろとしては伝わりづらい人もいるかもしれないその温度感何に怒ってんのかふざけんなよってなってる感じその金融業界にえそれがより切実に感じられるかもしれないんでマネーショートと2本立てもお勧めしたいあたり でまあ、その空売りをですね、その傾いた企業にとかね、まあ、これから先ねえなって見込まれた企業に仕掛けて大儲けけ、その会社は潰れてで、また次へみたいなことを繰り返していくという、えー、それで儲けていくとい、自分たちは儲けるというヘッジファンドたちというのがいてですね、えー、で時はまさにコロナ禍、ねえー、デジタルダウンロードの時代にも、特にアメリカではもうすっかり移行していることもあって、えー、例えばその、新、え、興、ー、新品も売るけど、中古も売るというゲーム、えー、小売り店舗チェーン。 ゲームストップこれ、まあ、当然日本にはないんで我々はちょっとピンとこない日本で言えば、まあ、ゲオみたいなことって思うけどなんか先ほどのメールなんか読んであと原作なんか読んでも確かにもっと古いっていうかあのゲームストップで俺たちはゲームに,に触れみたいな。 だからそれこそ8ビット時代からそこにあるみたいなその感じなんでしょうねきっとねだから芸をよりさらになんかこうオールドスクールっていうかそこしかなかった感みたいなのがあるんでしょうねきっとねはいえまあとにかくそのゲームストップ社とかはまあもう時代からいってもうダメでしょうっていう風にねまあ多くの人が実は思っててでやっぱそのヘッジファンドがかかさぶりを仕掛け続けていたという中 もともとそういうウォール街の連中のやり口と、えー、もはや構造的に埋めようもないぐらい広がってしまった圧倒的格差っていうのに怒りをため込んでいた、えー、市政の個人投資家小口の小さいねテルヒクばっかりしている、えー、個人投資家たち。 えちなみに彼らをその今回のまあタイトルになってる「そのダンマネ」映画のオープニングで「ダンマネ」って出て下にあの英語ですけどねあの説明が出ますねタイトルが出るところであのダンマネーそのオール街の連中が個人投資家を指してバカにする言葉「ダンマネ」「バカな投資」っていう風にねあざけっていたわけです彼らはねそのあざけられていたその個人投資家たちがえちょうどコロナ禍でえまあさっきのメールにもあった通おりまあ株,株でもやって やってそのたたれたりとか減ったりした収入をちょっとなんとかすっかみたいなねまあ、やることないしみたいな感じでした人も多かったタイミングだったもんあってあとは、えーまあ、SNS っていうかあ,のあれですねリリットっていうんだからその掲示板なんだかなだから日本ではえば2ちゃんやっぱ近いんですかね2ちゃんみたいな。 えー、あのちょっとあの荒れたりもする感じあとその乱暴なとこもあったりするのも含めて、まあ、2ちゃんなのかなっていう気もするんだけどちょっと僕あの正確なとこ分かんなくて多分そう想像したんですけど、まあそのえー、掲示板を通じて、まあ、インターネットを通じて、まあ、その人々がそれまではねその個人投資家っていうのは当然別個に分断されていたわけですけどそれが連帯して、えーまあ、私たちの愛したゲームストップを空売り仕掛けて潰そうとしてるけしからん金持ちたちにあいつらはあいつらはゲームストップなんか行ったこともねえし紅いれもねえからそうやってあれ潰してまいってやってるけど俺たちのこううる心の ふるさとなんだよみたいな人たちがですね人を吹かせてやるぜとばかりにどんどん盛り上がっていくとで、えー、さっき言った「空売り」というそのシステム、まあ、肝心の銘柄がもっとさっき言ったように下がれば儲かるけどただもうその下,がるって下がったってその、ね、下は霊円なんだから、えー、下,が下がるれば儲かるっていうんだけど仮にその一気に爆発的に値が上がるいわゆるその劇中止めてくるショートスクイーズ踏み上げって日本語で言うような現象が起こったりすると、まあ、上は再現ないですから。 え原理的には再現なく損をし続けるというリスクもあるそれが空売りなわけですね、えー、つまりまあどうせこんな会社ダメだろうというふうにヘッドファンドがヘッ,、えー、ヘッジファンドがえ空売りを仕掛けたゲームストップの株を多くの人がいや自分はこの会社支持すると買い足していき株価が上がっていく、えー、でヘッジファンドは本当にやばくなる潰れるのはこっちかもしれないってことになっていくみたいなそういう話。 でまさしくそれが現実になったのが2021年1月、えー、ショートスクイーズと言われる現象が起こるガーッと値段が上がる、えー、そしてそのムーブメントのある意味象徴的な権威者としてまあ、祭り上げられ注目されることになったのが本、えー、作の主人公キース・ギルさんという ですね、ところが途中でなぜかこう値段ねもう青天井で上がってってうおーってなってるとなぜかそうした個人投資家たちが先ほどメールにもあった通りみんな利用しててかそ,れはそのアプリがあったからみんなえー株投資とかそのカジュアルにやっていたまあ言っちゃえばゲームストップムーブメントの舞台となっていたロビンフッドという株取引アプリが突然売ることしかできなくなった。 でまあ、当然みんな「えこれってひょっとして何そのなんか都合悪くなった金持ちチームが結託してその個人投資家我々をシャッターアウトしようと強引にシャッターアウトしようとしてるってことじゃないの?」って、まあ、疑念を抱かざるを得ないような事態が起こってしかも、ね、映画見最後まで見ると分かりますけど、まあ、たどうやら本当にそうだったってことこれひでえなみたいな陰謀論じゃなかったってことなんですよねみたいな。 ことが分かったですいでよねはい、でまあそ,それにまあ、そんな騒動が起こってるということで最終的にはしまいにはアメリカ議会で公聴会が開かれることになるというねでギルはギルでそのゲームストップ株購入をその違法に煽ったのではというようなことを権利というかな疑惑をかけられてそこに出席することになりさあ勝つのは大金持ちか普通の人々かまあそういう話でねあの構図としては本当にもうさっきから言ってるのは非常に分かりやすいわけですね。で、えー というか少なくとも今回の映画化はそこを分かりやすくこの,この事態をまあさっきの,そのだからどの部分をクローズアップするかですけどこの映画そのものはやっぱり構図として金持ち VS 普通の人々というふうにまあそこは分かりやすく提示しようとしているえちなみにインタビューなどによれば監督のグレッグ・ギレスピーさんはたまたまやっぱ当時大学生の息子さんがやっぱコロナ禍で普段だったら大学院だけどコロナ禍で自宅にいてでスマホをずっと見てストあのゲームストップ株を本当に買ってたぜで。 なので本当にさっき言ったのえなんかアプリなんかおかしいんですけどみたいな騒ぎも全部もうリアルタイムで体感してるっていうことらしいんですよね。た、はい、たまたまそれは えでちなみにですね先ほど言ったように一応原作となるノンフィクション元のタイトルはなんと「ザ・アンチ・ソーシャル・ネットワーク」今は映画の顔に合わせてえとダム・マネーというふうになってますけどタイトルついて僕も一応あの原 Kindle で買ってあの先ほどの片方ほどってあのきちんと読み込めてはいらないかもしれませんが一応買ってねあのざっくりは読んだんですけどえ書いたのはベン・メゼリックさんあのデビッド・フィンチャーのソーシャルネットワーク僕のこの映画辞表では2011年1月23日にあったあの原作ノンフィクションねの方ですねベン・メゼリックさん ちなみにちょっと話はそれますがこのインターネットデータムービーデータベースのねその読んでてそしたらえってなったんですけどこのだんまね制作総指揮がまあず,らずらずらとこう名前が並んでる中で、えっと、キャメロン・ウィンクルボスさんという方とタイラー・ウィンクルボスさんという2人クレジットがあるんですけどもこの2人ってなんと皆さん覚えてますソーシャルネットワークソーシャルネットワークの中でアーミン・ハマーが1人2役を演じてたあのあの双子なんですよあの双子なんですよ はいえー、なんかこの人たちその後映画制作にちょいちょい関わっててです、ねえー、あの例えば「Most BeautifulSing」っていう劇、まあ、映画もかかってるんだけど「Most BeautifulSing」っていう2020年のドキュメンタリーはあのソーシャルネットワークなんかでも出てきた彼らがすごく頑張ってやってた学生のボート競技の作品だったりするっていうねことをやってて、えー。ということで。 ああ映画好きになったんだ分かんないけど映画好きだったんだみたいな,なんかあの映画だとすんごいいけすかないやつらだったけどなんか悪い人じゃないのかなみたいなまあも少なくとも筋まあまあ筋金入りのお金持ちが作ってもいるこのダムマネーってことなんですけどもというね、はいえー、まあでもこの作品、あのー、先ほどのちょっと否定的メールーというかな否定的意見ともちょっと通じることかもしれないけど別に資本主義そのものを否定している結論じゃないんですよねその登場人物たちもむしろ本来アメリカの資本主義アメリカの市場っていうのはもっとフェアで夢ある 場所だっったんじゃないいのかっていうむしろ資本主義への夢を理想を持ってる人たちの話なんであのシステム全体をその本,当に本当に革命的にひっくり返したそういう話ではないそもそもそういう理想の話ではないという部分はありますね。 まあ話戻しますけど、えー、そのベン・メズリックさんがこのゲームストップ株騒動についての本を、えーまあ、や企画している段階で、まあ、こんだけ面白い時代なんでさっき言った映画映画なのみたいな時代なんで、まあ、当然ベン・ゼメンスが目をつけてその企画がもう動いてる段階でアメリカ映画ではよくあることですけどその段階でプロデューサーのアーロン・ライダーさんが映画化の権利をいち早く抑えてで、えー、オレンジズ・ニュー・ブラックなどに参加したレベッカ・アンジロさんとローレン・シューカー,ー,カーブラムさんという脚本チームにもうすでにもうだから多分本出来上がる 前から本かっこっちの脚本も書かせ始めてるわけですねでもちろん本もベースにしながら独自取材もしてというようななので焦点を当ててるポイントが違うのはやっぱそういう作りの理由もあると思う同時進行でやってるからってもあると思うんです。 最終的にはその先ほど言ったグレイグ・ギレスピーさんに監督の白花屋が立ったということなんですけどはい出ましたグレグ・ギレレギスピーさん、ねえーまあ、当初はというか、ねえー、と2007年心にしみる一作でしたラーストその彼女で注目された方ですけども、えー、その後すっかり実力者が得意ジャンルという、ね、監督になりましたね。特にやっぱりコーナーでは2018年5月11日に取り上げましたアイトーニャ。 あれは本当に面白かったとっても本当に素晴らしい改作でございまして。 えー、あとまあ偶然にも先週「哀れなる者たち」表でも言及したクルエラの監督もね、えー、務めていらっしゃるというねあとそうそうそうから気づいたんですよあクルエラもそういえばそうだみたいなねちょっとクルエラだけねちょっとなんか実力者とかそういうラインからちょっと外れますけどねはいえー、まあでも本作『ダンマネー』まあ、そのダンマネーとのつら今回の連なりで言うならばですね、えー、2022年のテレビドラマシリーズこれも実話をにした日本ではディズニープラスで見られる「えー、パムトミー」これの制作式、えー、と監督を務めている、えー これがちょっととと見落とせなないい仕事かなと思います、えー、この番組でもですね、このパムトミー、最初はリスナーの方からおすすめのメールをいただいて、えー、で早速僕も見てで、めちゃくちゃ感銘を受けて、その週は結構パムトミーの話ばっかりオープニングでしてたぐらいだと思うんですけどね、はいえーまあ、パメラ・アンダーソンさん、ね、ベイウォッチのパメラ・アンダーソンさんの、まあ、要はあのセックスビデオが流出しちゃってと。でも、そういうパメラ・アンダーソンそのそういうビデオが、私的なビデオが流出しちゃって、 でなんか不思議ないけどその人たちの株が下がっちゃうみたいなそういうお騒がせセレブ的な位置づけに対する考え方を根本から改めさせられる素晴らしい作品でしたね、えー、それで言って登場人物全員ダメなやつバカなやつ含めて全員がなんかやっぱり愛おしく人間っていうかね素晴らしいテレビシリーズでしたね、はいはい、ぜひ皆さんこれご覧いただきたいと思いますが、えー、であのそのパムトミね、あのーねあれですよ あのモトル・イ・クルーのねあのドラマーのねトミーをね演じてるのはセバスチャンク・セバス,チャンスタンですけどもアイ・にーから引き継ぎセバスチャン・スタンまさしく全身全霊のダメ男演技見せているっていうのもそうだけどこの,あのパーマーノ・トミーはセスローゲンがえー、っとこれはね 立場ちちょうど逆ななんんでですす金持ちに人は沸かせたい貧乏人の側なんですねこっちはしかもあの今回もさ雪浪源が家新居にこう来て「おいどうなってんだ」みたいなこと言って漢字悪く言ってんじゃないですかまさにその言われる側っていうかあの、まあ、大工さんっていうかな、えー、家を作ってる側なんだけども「どうなってんだ」みたいなこと言われて「ちくしゃー」みたいなだから立場ちょうど逆転している役なんだけどただ に同じなのはお話上は悪役にあたるような人間なんですよスローゲンがにしてるの、えー、でその悪役にあたるような人間をやっぱりそのパムトミーといい今回の、えー、とダムマネーといい ちょっと感動的なまでに文字通り人間らしくつまり正しくなさとか間違ってしまうってことも含めて非常に誠実にもちろんユーモアも常に発散しながら演じられていてまあ、えー、本作『ダンマネーにおけるそのクレイグ・ギレスピー監督らしさっていうのがもしあるとしたらまさにその先ほどメールにあった通りだと思います。そのセスローゲンが演じるる悪役に当たる人 もうまたどうしようもなく彼にもまたどうしようもなくある人間的側面っていうのを非常に上品に示すというところに、えー、やっぱりそのクレイ・ウィリエフスチーズさんの、まあ、作家性というかな彼の僕は良さっていうのもすごく表れてるなと思うんですね。えー、まあ例えばちゃんと家族と一緒にいたりとか、ね、ただ奥さんとセスローゲンが並ぶとなんかセスローゲンがものすごい必死に背伸びしてこの地位を奥さんも含めて手に入れたんだなって感じがする感じとかね。 あれがやっぱり物言わずして出出て出るバランスですよねこれちなみにだからそのセスローゲンが演じたえーとゲイブ・プロ,ドキさんというプロトキンさんという本人え本作のねえ最後に本人が公聴会のシーンっていうのでちらりと出てきますよねあそこでね,あのね私はあの中流家庭に生まれてえといい大学に行きましてっていう <laughs> 本当に行って本当に行ってるよみたいな。 あれが面白かったですけどでそのゲイプロトキーさん本人の姿も映りますけど見た方分かる通りぶっちゃけそのセスローゲンみたいなちょっとこう親しみやすいなんか2枚目半というか3枚目みたいなのよりいわゆるハンサムじゃむしろいわゆるハンサムな感じの男性なんでつまり役柄上もっと1から10までいけすかないだけのとことどんどん追いつらめられていく様にもう邪魔あめろとしか思わないようなそういう人物として描くことだって全然できた人物なんですよね。っていうかそうした方がエンターテイメントとしての語る質増した。 可能性だってあるわけですでも、えー、そうは明らかに意図的にせず例えばさっきから言っているように妻と子供たちとやっぱり過ごしている姿とかあと自分より更に上のエスタブリッシュメントよりはやっぱり一段落ちるがゆえのなんか背伸びしてる感じそれへの辛さみたいなものを見せることで彼もまた彼なりに必死で生きてるだけではあるんだよなっていうのがやっぱりしっかり伝わってくるというね。えー、こ,ういうこのですねどんななダメな人にも どんな良くない人にもその人なりの人生があるんだっていうのは僕グレイグ・ギリスピー作品にはっきり通じる特にグレイグ・ギリスピー作品さんのいいところっていうかところなのかなって気がするアイトニャのね「あのダメダメ軍団」だってさなんかやっぱかちょっとちょっとやっぱね彼らなりの切実さがあるわけよみたいな。 えー、でですね実物は実はより分かりやすくハンサムというようなバランスのキャスティングで言えばですねちょっと失礼な言い方で本当申し訳ないけど、えー、ポール・ナノが演じた本作主人公キース・ギルさん本人も、えー、そうでこれも本作最後にね公聴会での証言とあと彼がやってた YouTube チャンネルの映像がちょっと出てきますけど、えー、まあハンサムなんですよね結構ね、えー、実際キース・ギルさん作品最後でも語られている通り現在は表舞台から完全に姿を消しているので公聴、えーまあ、会でのね語り,語り口みたいな本人が喋っているところ 実実際見るととやっぱめちゃくちゃゃく誠なな人だなとあの彼だけがまっすぐに自分の言葉で話してるってことが伝わるだからこそ支持を得てるんだってのがすごく伝わる、えー、なんでまあいい人なんだなって伝わるんだけど同時にやっぱその意外と整ったハンサムであることとやっぱりその後姿を消したっていうことも含めてちょっと何て言うんですかね実像に関してはミステリアスっていう感じもするような人だなと僕は感じたんですね。 そこへ行くと本作におけるキーすぎる、まあ、えー、をですね、この映画の中にいるキーすぎるを監督グレイグギレスピーと主演ポールダノはあくまで素直でまっすぐ、まあ、言ってば無垢な魂の持ち主として裏表が全くない人っていうかで造形していると思います。裏も表もこの人にはないよとこの人は本当にこう思ってるだけの人ですっていう、えー、描いていると思います。でポールダノが演じるとそこに何ていうのかな、やっぱちょっちょっと浮世離れしたちょっとなんか夢見てるような存在感みたいなのがすごく似合うんで。 はい、もちろんね、えー、事実を元にしたキャラクターの掘り下げっていうのはこれ脚本チームの取材力っていうのも大きいのでしょうと、えー、例えばあのでちなみにさすがにあの弟さん えー、あの劇中のですねあの絵に描いたようなスーパーボンクラブリというのはですねあれはやっぱピート・デビッドソンとクレイグ・イレス,キーベルスピーが作り上げたものであって、えー、と実際のキースの弟ケビンさんはあの自分でなんかインスタグラムで上げたらしいんですその全然僕は違いますと、えー、僕はおとなしい人柄で,でちゃんと車も持ってるしあと宅配中の商品つまみ食いとかもしないし、えー、そしてマリファナ嫌いですっていう <laughs> みたいなことはっきり言ってて。っていうねなのののでまあこのあこ、のー ケビンの造形とかは、まあ、特にやっぱクレイグ・イリスピーさんがいうダメ人間はもうめちゃくちゃ大、ねあのー、お箱なんでね、はい。ということでございます。これあのねザ・ストリート」っていうねこれまあ英語の記事ですけど「ザ・ストリート」っていうところの実在人物との比較記事で僕読んでああそうなんだと思ってます。えー、しかしです、ね、例えばキースギルが陸上の選手であったこととか、えー、そして結構いい線いってたみたいなねあと,、えー、と2020年にお姉さんをやっぱり突然、まあ、おそらくコロナで亡くしているということとかなどは事実に基づいて えー、脚本家チームうまくそれらをキャラクター描写人物の掘り下げに組み込んでいるということだと思います。 えー、実在する人物という点ではです、ねえーとまあ、金持ちチームは大体そうですね、全部実在する、特にやっぱニック・オファーマンさん、あれ、パムトミーではひげもじゃワイルドなポ,ポルノプロデューサー演じられてましたけど、えー、打って変わって、一番の大金持ちにして、結局、実は特に損もしていないシタデル社 CEO、ケン・グリフィンさん演じてるわけですね、これ、シタデル社っていうのの仕組みがそうなんですよね、株が上がろうが下がろうが、シタデル社は関係ないんですよ、取引が多ければ儲かるってことなんで。はい えーで劇中ラストでやっぱりね実際の公聴会あの妙に上の方を見てるあの顔とか笑っちゃいますけどね妙に上の方を見てるあの感じリモート画面で出てきたケン・グリフィンさんこのご本人がですねこれインターネットブービーデータベースによれば本作この映画の制作をなんとか阻止しようといろいろ動いた。 ででその中にはニッコオファーマンさん本人に対するアプローチも含まれていたという、ね、ことみたいですけどね、えー、本作のニッコオファーマンさん見てるとですねこれ全然関係ないけどあこの人カルロス・ゴーンもいけるなっていう風に <laughs> 思いましたねカルロス・ゴーン劇映画家の際はぜひニッコオファーマンさんやっていただきたいという感じですけどね。はい で、えー、その逆にですね、えー、実在の人物でないのは市政の人々、普通の人々、えー、個人投資家たちってことですね、はい、あの先ほどあのメールにあっただから、原作の人たちとまた違う、あのー、脚本取材チームが取材した人たちを組み合わせて作ってたりするみたいです、特にあの大学生とか、えー、まずはやっぱりあの、まあ、アメリカ、フェラーラーさん演じるコロ看護師ですよね、えー、あの看護師さんがやっぱコロナ真っ盛りなんで、まあ、すごくだから、コロナを象徴する職業でもあるし、あのー、さっきもね、うん、みんなで話してて、あの途中、 ガソリンンスタンド夜中のガソリンスタンドでふと知らない人と話すところのでエッセンシャルワークについてるんだありがとうあのエッセンシャルワークについてる人だありがとうあ確かにこの感じも俺たち忘れてしまったコロナ禍の要するにビーハンブルな、ね、まさに途中でケンドリックラマ前流れますけどハンブルな精神あったなみたいなあとなんかちょっとじゃあねっていう時のこう人恋しさちょっと別れがたさみたいなあこれもコロナ禍あるあるかもみたいな。 そしてその感じこそがやっぱりこうネット上でつながってみんなでブームウンイと起こすこれにもつながってるっていうちょっとこうやっぱりさっきのメールもありました原作に考えてその感じすごくだからうまーく停留させてると思うんですけどねえそのねアメリカフェラーナさんにいじる看護師のところであるとかえあとはですねえっと,えー、っとマイハラハ,ル、えー、っとハロー ヘロルドさんか前原ヘロルドさんとタリア・ライダーさん演じるまあ大学生の2人これは脚本チームが取材した人を元にしているということらしいですしあとあれですねアンソニー・ラモス演じるあのズバリゲームストップの店員というねそれによってその実際ゲームストップの店舗どういう雰囲気なのかっていうのを見せるっていうのはこれもまあ映画のフィクションなるだよのあれだしえこれをやること入れることによって実際ゲームストップという企業がそのヘッジファンドによって低く評価されるんだけどまあそれも理由まあ,あるよなっていう一面を見せるわけですよね。なんか企業 体質があんまり健全じゃないなっていう感じがするえー、決してその無条件でゲームストップって会社がじゃあその本当にねその万々歳かって言うとそういうことでもないんですよっていうまあそのだからフェアなバランスを保ってるわけですこれを入れることで、えー、有効に機能してると思うんですけどもびっくりしたのはここアンソニー・ラモスの、えー、非常にね店員にアンソニー・ラモス演じる店員に非常にバッドバイブスで接する店長マスクしてて最初は分かんなかったけど途中でマスクをしたなんとあの店員でデアんですよクロニクルの。 プレ,プレイス・ビヨンド・ザ・プレイスビヨンドザプレイスの・ブレイ,スビヨンドザパインズ・の、パインズの、えー、アメージング・スパイダーマン2の、あのデイン・デ・ハン、えー。全部このコーナーで扱ってて、そのためにもうデイン・デ・ハンつって、俺が大好きでデイン・デ・ハン。しかもこんな役であの、初めてそのマスクを下ろして、初めて顔を出して、あデイン・デ・ハンだって分かる瞬間がで言うことが、よりによって、この瞬間 <laughs> だから俺ねデイン・ディハン、心底いい人だと思ってるの、ね、よ、こんな出方のこんな役。ねえー、とにかくまあその彼ら、市政の人々の視点というのは、えー、ゲームストップ、株騒動、そのムーブメントのある意味真の主役というか、真の原動力となった人たちですね。あくまでその、えー、とキースギルはその象徴であるわけで、実際にこう市場を動かしたのはあの,この普通の人たちなわけですから、えーまあ、現実にもちろん存在している彼らというのを集約してこう、ね、3つの,その軸に置いてるわけですね。 で、えー、面白いのはですね、まあ、彼らとかその主人公たちそれぞれというのは別の場所にいて別の人生を生きているそれぞれ関係ない人たちで各々の,の場面というのはパソコンやスマホを通じてかっこつけてつながっているだけで基本全く関わることがないまま前編が進み終わるっていう作りなんですよね。 群像劇いろいろありますけど群像劇としてこのそれぞれが最初から最後まで直接は全く関わらないもちろん会わないという作り実は結構珍しいんじゃないかと思います辛うじてインターネットなどを通じて互いの存在をまあ何て言うか言ってみれば知ってる感じるぐらい。 えだからこそさっき言った通り例えばアプリが正常に機能しないだけで簡単に分断が生じてしまうというわけですけども、えー、言うまでもなくそれはコロナ禍の社会もっと言えばコロナ禍以降の社会そのものの繁栄でもあるだろうし、えー、またその中でですね分断一旦分断される中で人々は人の意見も聞くこともできないまま信念を取るのか実利を取るのか途中でまあその主人公を含めて厳しい選択を迫られるわけですね。 もちろんそれぞれに生活も人生もあるなので後者実利を取るということも全然仕方ないしむしろそれが普通ですそれが当然ですただしみんながみんなそうすると結局現行の世の中の仕組みは何も変わらないということになってしまう先ほどのメールにあった不満というのはまさにそこそ,れそこだと思うんですけどもで、えー、このジレンマこれとても普遍的かつ今まさに我々も問われ続けている問いですよねその実利は分かる目の前の生活を取らなきゃいけないでもそれがシステムを 温存するることとににしていいいう非常アアクチュアルな問で普遍的かつアクチュアル問い。その中で、まあ、一人の人間のいやその意思を持ってそれが例えね俺はゲーム好きだからっていう理由であってもゲ、えー、前者を取り続けるという選択が多くの人の心つまり信念を取るという選択が多くの人の心を揺り動かし、えー、巨人を倒すことも少なくともありうるこの事実。 ににやっぱり僕は静かに胸を打たれるものがあるもちろん巨人を完全に倒すことはいかなくてもその小さき者たちにも力はあるあり得るってことを示したということは巨人たちは今から先がちょっと俺たちをなめられなくなったちょっとビビるようになった故になめ腐った空売りとかが減ったっていうそこわずか,かな希望ですわずかな希望。 っていうことを示すところやっぱ僕はちょっとその静かなに胸を打たれるところがありました。えー、私はこの会社が好きだからこ,この会社が好きだからこの株を売って応援する。これ本来の市場株の在り方本来の姿ですよねそのものでもあるということもあるし、まあ、それはすっかり忘れちゃってるってところに何か異常なことがあるんでしょうがはいでここでさっきから言ってるポールなどの,のそのどっかこうちょっと浮世離れした ちょっといつも何かふっと夢を見てるようなこの世じゃないものを見てるようなあの感じっていうのが非常に生きてくるしそれに対してのシャイリン・ウッドリーさん演じる、まあ、奥さんの地に足を,つ足をついたそのパートナーぶりっていうのはだからこっちでうわっとしたこと言ってるけどこっちでは奥さんがこうちゃんと地に足をついた視線でこう応援してるってこの二人のコンビぶりもすごく良かったですよね。 えーまあ、当然、えー、ゲームストップ株で結果得した人損した人いるわけですがそれも最後に示されますが、まあ、でも大事なのは損とか得,得じゃないんじゃないというメッセージに着していく作品だと思いますと。 えー、印象的なのはねあと音楽ね、えーまあ、カーディビーとミーガン・スタリオンのねあのワップとかがいきなり流れてまあヒップホップ、えー、チューンの数々、えーまあ、そのワップと同じぐらいに一番印象的に使われる、まあ、エンディングも最高でしたねミーガン・スタリオンの「サベージ」っていう曲もそうだけど要は「だ、え、ん、ー、まあ、ダンマネーバカな」「下々の者ども」と見下げられた人々側からのつまりわきまえない声っていうか。 俺たちはわきまえないぜと確かにお行儀は悪いぜとお前らのルールには従わないわきまえない声の象徴としてあのええー、主に下ネタ強めっていうかええー、ちょっとえそんなこと言っていいのみたいないやいいんですっていう曲たちがワップとか、えー、サベージとかが選ばれてるってことじゃないかなあとはもちろんねえっ、ー、とネットミーム的なものを体現するまあ現在の現国現在進行形カルチャーとしてのまあああいうヒップホップっていうかね、えー、ことがあるんじゃないでしょうかと思いました。 えーでえっと、ベン・メズリックさんのノンフィクション、先ほども言ったように原作、あの翻訳がまだ、ね、今のところ出ていないかで参考にするならおすすめとしてです、ねうん、ネットフリックスで見られるドキュメンタリー、EatTheRitch、うん、全3回ってれます、これまさにあのストップゲームストップ株騒動を描いたドキュメンタリーで、うんえー、キースギルのほかにも実は、えー、っと,とある金持ちも実はゲームストップ株、ドスンと買っていて、実はそれがそのキースギルとかの,あの土台、要するになってるるていうとこともあ,あ、そうなんだ。これ映画で 全然入ってなかっ,たな、えー、ってななかたいいううう部分もそういう映画に入ってない部分もたくさん入ってくるし、えー、あとね作中に出てきたいろんなネットスラングあのホールドの綴り間違ってるよってねホドルみたいになってるよみたいなあれもその説明もちゃんとあります一通りのり月に行くとか、えー、あとダイヤモンドハンドとか、えー、そ,ういうそういう説明もこのドキュメンタリーの中に入ってますと、まあ、言っちゃえばあれも2ちゃん用語だよね要するに綴り間違いがそのまま入ってるみたいな2ちゃん用語で言うだからまあわかんない外出みたいな <laughs> やつかな <laughs> とかさ あとこれね公聴会の場面に関してこれドキュメンタリーだとあのね政治家たちがネットのこと知らなさすぎてやばいみたいな。 あのキースギルに「あなたはそのプラットフォームを使って何人に向けて話をしたんですか?いや」そのうん、と何人に向けて」っていうか掲示板っすねみたいな <laughs> とかあのなんかそういう情報が中国共産党に渡ることを私は非常にあの懸念していますいやあの誰でも見れますねみたいなでキースギルが「えー、っと」みたいになってるみたいなくだ、えー、りとかすごく笑っちゃうんですけどね、えー、最終的にはこの騒動の印象もうこのドキュメンタリーはちょっとよりグレーというか感じですかねキースギルっていう人の存在も ちょっとグレーな感じに見えるようなバランスになっててこのだからねやっぱ同じあの題材でも切り取り方で全然やっぱり印象変わるなっていうのがもう含めてですねはいえなので本作とは全く違った解釈の,あの作品になってるんで合わせてご覧になっていてそしてもちろんねあの原作を一通り読んだりすると非常によろしいんじゃないでしょうかとにかくでも私はあの映画ファンとして言うならばやっぱクレイグ・ギレスピーさんの人間を見つめる視線が僕はすっごく好きだなっていう風に それをすごく噛みしめましたという作品でございます。非常に勉強になったし面白かったです。あのー、なんかこう金融もの,あのマネーショートは分かりづらいです。あれは分かりづらさが面白い映画だけどこれは逆にでもマネーショート5の世界今こうなってますよという今,今我々がいる今一日解釈なのはよりこっちですし。あとやっぱ コロナ禍の空気感コロナ禍を歴史化したすでに歴史化したコロナ禍っていうのを映画の中に落とし込んだ例として最速の例であろうしある種ちょっと最良の例というか確かにこうだったそして痛みも描いてるしあのこの頃の気持ちちょっと忘れちゃった俺たちっていうのも思い出させてくれてる意味でも非常に貴重かと思いますこの感じ忘れないでいて見られるのは今ってことでしょうからぜひぜひリアルタイムで劇場落ちてください。 時刻は10時55分です。TBS ラジオはクスジャンクション2、えー、ということで、来週、タつかう映画のガチャタイムいきたいと思います。<っ>ということで、えー、今週、ガチャコ来週2月22日、木曜にオープする候補7作品を発表していきます。まず最初の候補はこちら <laughs> ボア恐れてる出ました、アリアスターインタビューね、ね今週もお送りいたしましたが、アリアスター長編第3作、とんでもない <laughs>、とんでもないホップステップジャンプを決めた <laughs>、えー、ボア恐れてるでございます。続いてはこちら。 カラ,カラーパープルはいえっ、ー、とスティーブン・スピルバーグがえっ、ー、と作ったカラーパープルのミュージカル版の映画かっていう感じかなミュージカル映画でございます、えー、3つ目はこちらファイブナイツアットフレディーズはいえっ、ー、とホラー映画でございます4つ目瞳を閉じてはい、えー、スペインの巨匠ビクトル・エリスで31年ぶりの長編映画私もうミツバチのささやき世代としてはこれはまずいという感じでいかなきゃという感じですねすごくいいという評判も聞いてます5つ目はこちら 夜明けのすべて、稽古名を済ませてで非常に注目を始めました三宅翔監督最新作です。え六、ー、つ目、え袋、ー、えっ、ー、とね韓国の時代劇でこれめちゃくちゃ面白い評判だっててこれすっごい行きたいと思ってました。袋を入れさせていただきました。そして最後の候補はリスナーカプセルです。うん ラジオネーム、えー、テボウマメさんです。えっ、ー、と、おはがきじゃねあのお、お手紙で一回いただいて、えっ、ー、と、実は夏の上映会の時とかかな、もう一回お手紙いただいてたんですが、ご紹介するのは遅くなって申し訳ありません。えー、っと、ラジオネーム、テボ豆マメさん。水、えー、星映画、アリラン・ラプソティ。アリラン・ラプソティは、観客席全体が泣いて笑って、えー、ハルモニ、えー、韓国語でおばあちゃんの意味たちを応援したくなるような映画であり、またハルモニたちから元気をもらえる映画でもあります。で、また同時にこの映画は、私たち日本人を告発するものという側面もあると思います。私たちが胸に手を当ててみないといけない 映画でではあるのですがたくさんの人に見に行っていただけたらとここから願っていますということで、はいえー、リスナーカプセル枠に収まきながらえさせていただきましたということで以上を7作品レッツガチャダイムあのですね、えー、と引き続き、えー、とウクライナ人道支援、はい、そしてもちろん現状もうねパレスチナ、えー、なんとかまあこれもねお金でなんとかなる状態じゃないかもしれないけどパレスチナの人々のために使ってくれということでパレスチナ人道支援そして能登半島復興のために何か使ってください、はい、ということで3万円のね、えー、やってじゃあガチャを余計にもう一回回してやってるんですが。 すいませんまたゲン玉をおろし忘れましてですねすいません2万6千しかないんで今,今すいませんパイさんちょっと2万6千しかないんでちょっとすいませんこれで勘弁してくださいということでレッツガチャタイムいってみます一回回します2が来ました2カラーパープル来ましたねカラーパープルねまだミュジカルパーも非常に評判いいですけどもえもう一回回しシステムなのでもう一回いきたいと思いますコンロリ何が来るか これは六、うん、あフクロウ来た<ー>ちょうどねフクロウ行ってみましょうかね武道館後に行こうかなフクロウ行ってみよう。 さあということで、えー、この韓国映画、フクロウを見たという方からの感想をお待ちしております。また、評論してほしい映画も募集中です。リスナー枠にも採用された金は現金2000円をプレゼントいたしております。続きはどちらも歌丸アットマーク TBS とトシオド JP 歌丸アットマーク TBS とトシオド JP までお願いいたします。えー、YouTube アトロック公式チャンネルではね、えー、今まで喋ったのも上がってますしあの、とにかく公式書き起こしね、えー、マネーショート2016年3月からずらいで並んでますので、そちらも参照していただければ幸いです。あの先週の哀れなる者たちも大幅解出してありますので、そちらも参照してください。